この時間はポルトガル対スイス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの舞台はエミレーツスタジアム。大きな時計が印象的なこのスタジアムは2006年に建設されたイングランド有数のスタジアムです。スイス国歌お聴きいただきます。続いてポルトガル国歌です。さあ北澤さん、気になる選手はいらっしゃいますか？ベルナルド・シューバですかね。あのドリブルのテクニックは素晴らしいですよね。柔らかいボールタッチで相手を抜いて、そこからのアシスト、シュートの精度が高いですよね。攻撃の起点としての活躍を期待したいですよね。はい、さあどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待してみてまいりましょう。ポルトガルのキックオフでスタート。ポルトガル対スイス、エキシビションマッチです。この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよね。そうですね。自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね。はい、まずは序盤です。ボールを下げてリズムを作るか。エジミンソン・フェルナンデス、おいい形じゃないですか。フリーだ。スイス、ここでファウルをもらいます。たまらず行ってしまいましたね。注意に終わります。およそ30メートルというところです。ゴール前いいボール入ればチャンスになりますよね。ヘディング。うわ、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。前線出てくる人数が多いですよね。スイスが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。フロイラスイスとしては前線の選手が先ほどからサイドに開いてますよね。そうですね。これはサイドが起点になるということなんでしょうか。そうなんですよね。サイドに流れることで相手ディフェンダーを外に引っ張ることができますから、そうすることで中央にスペースができるので、そこに列目が飛び出していくっていう形ですよね。まさに陣取り合戦ってことですね。そうなんですよね。ジャカ、縦へのボール、プレッシャー、スルーパスを出す、カウンターを仕掛けます。うわ、まだか。スイスはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。さあ一気にカウンター、
ここは通しません。ポルトガルは前半未だシュートがありません。再びスローインです。勝負のシーン、シュート、これは枠を捉えることができませんでした。さあボールはシャキリへ、少し時間を置きます。スイスとしては止められちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどね。抜けてくる、いきますよ、まだいきますよ。激しいボールの奪い合い、フロイラー、スイスが最終ラインまでボールを下げる。リカルド・ロドリゲスから大きくサイドチェンジ、自分で行くのか、自分で行くのか、抜けてくる、打つか、クロス低い、いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないですかね。出してと受けてのタイミングがバッチリですからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、こういうゴールが生まれましたよね。先制ゴールが決まりました。ポルトガル一旦主導権を握った形になりますけど、はい、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。そうですね。さあ行くのか、ボインでも行くのか、低いボールを入れる、シュート、クロスへの反応バッチリあったんですが決めることができませんでした。サイド崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね。今のはスイスが、今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。いやーシュートミスは救いですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。大きく縦へ、フロイラー、シェア、一呼吸を置きます。フェリックス仕掛けるか、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いやチーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。さあポルトガル得点を重ね2対0という展開。いやこうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね、はい、非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。
シアから大きく縦へ、エジミンソン・フェルナンデス、おーこれいいですよ、キーパー直接処理しました。激しいボールの奪い合いです。長いボールを送ります。長いボール縦へ、これはファウルではありません。素早いパスで攻め上がっていきます。サイドを使います。ディオゴ・ダロト、スペースを狙った、足元のクロス、これは相手選手に当たりコーナーキックになります。前半最後のセットプレーになるのか。これはクリア、ここでレフェリー笛を吹きました。前半が終了します。さあ北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。ポルトガルとしては自分たちの時間帯にしっかりと得点を重ねることができましたね。得点の形は非常に良かったですから、この後も行くときは行く、守るときはしっかり守るということを続けていくことですよね。ポルトガル対スイス、ポルトガルが2対0とリードして後半へと向かいます。後半です。ジャカ、ジャカからターテのボール、ブルーノ・フェルナンデス、フェリックス、ここで受ける、これ仕掛けるか、ジョワン・フェリックスから左へ、自分で行く、足元狙う、スイスはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。大きく縦へ、さあカウンタースピードを上げたいところ、オタビア、ディオゴ・ダロト、縦へのボール、リズムを刻む、ここで受けて、ファーサイド、シャキリー、さあつながるか、いけるか、シュート、ポルトガルがここで選手を変えるようです。クリア、このピンチをなんとか出します。ミドル、大きくサイドチェンジ、このパスがつながります。チャレンジはしません、後ろに流す、スイスとしては先ほどから守備をする際は中央に人数が集まってますよね。確かにそうですね。北澤さん、この意図は何でしょうか。相手の攻撃パターンをクロスに決めたい、キーパーから前線へ、もう一つ前に行きたい、スルーパスを狙う、いいボールですね、リカルド・ロドリゲス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。フロイラー、ボールの奪い合い激しいものがあります。
チャンスになる。さあどこに出してくる。激しいボールの奪い合いです。ここでファウルがありました。ちょっとファウルになりましたけど、この辺で抑えとかないと危険ですよ。注意に終わりました。さあスイスビッグチャンス、ここで1点返せるか。拾いたい。シュート。フロイダー、これは合いません。さあ選手の入れ替えが激しくなってきました。つながります。ジョワン・フェリックスからのパス、抜けてくる、切り込んでいく。ゾマ大きく前線へ、スイス立て続けに選手を入れ替えてきます。裏へ届くか。この位置で受ける。起きましたよ。抜けてくる、低いボール、そのままキーパーが抑えました。フレール・エンボロ、さあ、ともに選手交代があるようです。レアオ、ブルーノ・フェルナンデス、これはオフサイドです。飛び出しての対応です。スイス奪い返します。フロイラボールのミドル、いやいや、ナイスセーブ。いやファインセーブですよね。よく取りましたね。これクリアです。裏へのスルーパス、いい展開ですね。スイスボール、どうだ。ここで笛です。2対0、ポルトガル勝利です。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。ポルトガルとしては前半からしっかり2点を奪っていけたのは、その後の試合運びがしやすくなるといった意味でも非常に大きかったですよね。失点もありませんでしたし、納得のいく試合だったんじゃないですかね。そうですね。ありがとうございます。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ポルトガルが2対0で見事試合をものにしています。